前臨寺は、三重県三重郡小物町にある、臨在修行神事派の仏教寺院。三号は、随光山。本尊は、大日如来。天寺天皇五年、聖徳太子の遺願により、藤原鎌足が創建し、当初は大御原山る社なじと称し、七道伽藍を有する、天台宗の寺院であった。現行年間、五代醐天皇に仕えた、 千草忠たが、この地に道を再建し、大日如来を安置して、流星を極めるが、応仁の乱の陛下により消失する。その後、千草忠たは、この地に城を構え全臨事情と称する。昭平年間、忠明の次男、千草兼業の第二、千草の地に、千草城を築き、当時を、母大寺として復興する。文紀三年十一月、五代目、城主ちぐ地用が、 不祥大公前寺を招き再興する。この時、千草忠明の称号であった、前林寺最小の名を取り、随光山前林寺と称し臨在宗となるが、北勢の戦乱により、治療を失い、永六十一年、織田信長の陛下により消失する。慶安二年、桑名長寿院の鉄装王将が中興し、臨在宗の明神寺派に属する。本堂は、 明治6年小物城廃城の際、藩邸の一部を移築して本堂に当てている。栗は、嘉営三年の混流。境内に、薬師堂、地蔵堂、コンピラ堂が立ち、昭和2年、千草忠明教追園の日が混流されている。当時には、千草城歴代城主の遺廃が祀られているが、千草家の墓地や墓碑は、当時境内では確認されていない。ABC 富永後期、 東海49薬師巡礼、時書防、小物町観光協会見え小物町前臨時、AB 小物町、小物町市下1997年、452.453校。小物町、小物町市上1987年、130校。小物町観光協会見え小物町歴史、文化、伝説前臨時第二次に来像。ありがとうございます。